はい、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回はね、スマホ競馬ゲームスターホースポケットをプレイしていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。さて、ブルータックス版でね始めてるんですけどね、なんかね勝手に始まってしまったんでね、次からになりますけどやっていきましょう。競走馬の生産には渋馬と繁殖牝馬が必要よ。お父さんお母さんね、まあ、このあたりはね皆さんも知ってると思うんでね、各自読んでくださいね。読むのめんどくさいんでごめんなさいね。僕はこのゲームねスマホでちょろっとやったんですけど、あのチュートリアル部分ぐらいしかやってないんでね、あまり詳しく知らないんですよね。だから右も左口もってない、ごめんなさいね、右も左もわからない状況ですね。株券はガチャで入手できますと、うん、そういうシステムなんですね。はい、最初はねあのやらせてくれるんでしょう。うん、ガチャ画面ね、いろんな、主に株券を入手できるわと。ガチャを引くには魔法石や SH といったゲーム内通貨が必要だけど、まあ今回だけね特別に引けると。はい、好きな種馬を選択してください。このメンツだったらね、まあ馬券取らせてもらったことがあるのはエピファネイアかな。ルーラーシップもね、絆も好きだったけど、エピファネイアね、エピファネイアにしようかな。うん、スペシャルウィークサンクじゃないな。ちょっと思い出せないな。ごめんなさいね。シンボリクリステルサンクね。ごめんなさい。はい。決定すると。まあ、スターホースポケットって言ったらね、元はゲーセンでね、あの人気のあるゲームだったと思うんですけど、金谷桜ね、僕はゲーセンでもこのゲームやったことがないんでね、ちょっとわからないですよね。踏みのイマージン懐かしいね。エピファネイア予定通りね。スターバレリーナ、これ超懐かしいわ。僕はもうこの馬ね、名前聞いただけで走る馬なんだなと思ってましたね当時競馬ど素人だったんでね。東海トリックも懐かしいな。サイレントディーブ、懐かしい馬ばかりやね。ランフォーザドリームね、エリジョあたりで穴開けませんでしたっけ。リアル車大サンクですよね。リーチザクラウンね、名勝バトル懐かしい。このままもねなんか地方でね貸させてもらったね。名勝ホムラサンクなんだよね。スターマン、このまま好きでした僕は。うん、オーナーの好きな名馬出たかしら。いっぱい出たよ。うん、株券を手に入れることができたわねと。うん、まあガチャですからね、あの確率ですよね。さて、生産のためホームに戻りましょうと。ここですね。はい、これ PC でやってるんですよね。あのスマホとかタブレットではないんで、だからね、スマホとかでやったらね、もうちょっと重いんじゃないかなと思いますね。それでなんか悪評が集まったりして、最初の方ね、なんか評判悪かったと思うんですけど、これブルータックスだったっけ、ブルースタックスだったっけ、ごめんなさいね。サクサク動きますね、結構ね。うん、女の子ね、これね、可愛らしいですよね。なんか触ったらさ、怒ったりするんだよね、この女の子ね。やめてくださいよ、とかね。言ったりすると思うんですけどごめんなさい、おっさんみたいでね、おっさんですけどねさっきのガチャで、うん、生産してみましょうと。何かよ気安く触らないで、気安く触らないでさて、生産ですね。おそらくエピファネイアをつけることになるのかな。そうですよね。これはエピファネイアを選択しなさいと。そして母馬はスターバレリーナね。はい、これ最初ね、あのチュートリアルだと思うんで、出てくる馬は一緒なんですかね、強さとかね。生産ボタンってどれですかね。
あ、洗濯してないのまだ。あ、これでいいんですね。はい。子馬の誕生にね、触れ合ったらやっぱりその馬応援したくなるんでしょうね。うん。僕も一度だから馬主になりたいなと思ってね、馬主にね、馬主とかやってるじゃないですか。今ね、1万円からでも馬主になれるらしいんでね。一度一口馬主でもいいんでやってみたいなと思ってるんですけどね。うん。お元気良さげですね。うん。1波論から今のはね、時は流れた1990X 年、違うよね、うん、名前をつけましょうと。男馬だね、やっぱり名前は自分でつけたいよね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これこっちはダメだね。これでいきましょうね。はい。デラックスマツコ。デラックスマツコ。デラックス。これでいいのかな。デラックスマツコ。デラックスマツコ。杉本さんがね、実況してくれるんでね、これ面白いですよね。杉本清さんって言ったら、僕らが始めた頃はもう晩年だったのかな、ね、やっぱり好きな、ね、あの実況アナウンサーでしたね、杉本さんはね。生産直後のまま、まだ育成できてないわ、まずデビューボタンを押してみてと。はい、デビューさせますね。マツコが G1 取ってくれたら嬉しいよね。条件戦をね、3勝しないといけないと。うん。まあ、この辺りは 2400m あたりが得意な気がするわと。芝 2400m で OK ですよね。はい、出走します。競走馬増やせないのかな、これ1頭ずつ調教とか育てるんですかね。さて、一番人気だ。やったね。これは新馬戦ですね。安城岡部幸男、最高やね。ベストオブザジョッキー岡部幸男ね。これライバルはどうなんですかね、角馬なんですかね。ちょっとあまり知りませんね、ここらの馬はね。レース観戦とね。だからスマホ持ってない方でもね、あのパソコンで今こういうゲームができるっていうね、スマホのゲームをできるっていう便利な時代になりましたよね。まあ、今スマホ持ってる人の方が少ないぐらいだから、静まり返るようなあまりねえと思うんですけど。さあ準備が整いました。3番ね、さあ飛び出した12頭、4番サファリハイセブン、ちょっとタイミング合わなかったようであります。このまま先行馬ですかね。1番マリンプロダクツが上がってまいりました。見てなかったんですね。そしてその後ろから嵐マウンテン、外を通ってステラメイ、この辺りちょっと離れている5番ドキメキハーバー、多い感じで発音してくれてるじゃないですかね。勝負区自分で決めたかったな。勝負区は自分で決めるシーンありましたよね。それからもう一頭、グラフィックも綺麗ですよね。これね、京都競馬場ですよね。その内からは7番バリバーキャップ、なかなかリアルに、ね、外から1頭、ひょっとしたらもう光栄の光栄さんのもう一度整理しておきましょう。綺麗にリアルに作られてるかもしれませんね。先頭はステラメイニでやります。内から1頭、1番マリンプロダクツ、嵐マウンテン、下がって3番手、まあ、スキップでいきましょう。ばらけたレース展開でやります。その後ろ第4コーナー、第4コーナーから直線に入ってまいります。結構かっこいいね、なんかね、レシーブは4番手といったあたり。さあ先頭はステラメイニが外から外から頑張れ頑張れ、マツコ頑張れ。ムチが飛んだ藤田とサファリハイセブン、あでも新馬戦のこの差っていうのはちょっとやばいよ、やばいよ、来てるよ、来てるよ、なんとか勝ちましたね。ムチが飛んでいるサファリハイセブン、あまり強くないマツコ、新馬戦を見事勝利で飾りました。華々しいデビューが来ております。これコインもね、かけられたりするんですよね。そのあたり全然分かってないんでね。
千葉向きですね、これはね。うん、これ3勝はね楽に勝てると思うんですけどね、 2400m 芝はね行きましょう。はい、出走すると、さてまた一番人気ですね、向かうところ敵なしだわと。あ、前列お任せにしようかね、サクッと行きたいんで、まあ、これねおそらく3連勝すると思うんで前列お任せでいきます。ね、勝ちましたよね、よし OK、 重賞レースに挑戦できると。だから、ね、ゲームが始まると重賞にしか登録できないようになるんですかね。オープン特別とかありますかね、入球ね。はい、始めます。はい、さて、だからね、あの名前が出てこない、ごめんなさいね調教海馬で育成しようと、海馬ですよねこれ確かねだからどっちを先にやればいいのかな、これはね。やっぱり調教先、海馬先、どっちが常識なんだろう、こういうのを決めてほしいんだけどな調教してからご飯かな、やっぱりな。ちょっとよく知らないんでわからないんですけど、スピードアップのために芝コースをいいの、芝コースで強めに追うわよと。うん、強めね、言われた通りやるんで。はい、いい感じじゃない。会話をね与えましょう。大根がおすすめよと。はい、これもね指示してくれるんでね、あの分かりやすいですよね。はい、疲労回復と元気いっぱいね。一回だからゲーセンでこのゲームやってみたいんだけどね、まだやってるんですかねこのゲームね。うん、進めましょうね。感染はしませんね。あ、オープン特別はありますね。うん、調教ね、調教先にやりましょうね。ダートコースで強めに追うわよと。中長距離ですね、距離適正ね。うん、まあこの系統ならそうでしょうね。うん、強めでしたっけね、よし OK、 474ぐらいがベストなんだね。はい、海馬人参がおすすめよと。疲労調子回復ね。うん、いい感じだわ。なこれまだねパラメータがね全て開かれてないんで分かってないんでね、これから分かっていくんでしょう。馬にも寿命があるわと。それが残り衆よ、残り衆がなくなったら引退ということになるんですかね。引退まで119衆と、もう未来が決まっているっていうね。うん、放牧とかだったら減らないと。うん、さて出走登録しましょうと。まあね、3歳の初めなんで距離適正に合う、ね、レースありませんよね。新山記念おすすめと。まあマイルはちょっと短いと思いますけどね、ライバルにも成田大臣とかいてるんで、ね、厳しいかなと思いますけど。うん、岡部幸雄ジョッキーにお願いしますと。はい、登録します。はい、感染ですよね。はい、こ
このゲームだからね、スマホのゲームにしたらグラフィックすごい綺麗だよね。だから重いんだろうね。あ、一番人気だ。成田大神より人気なんですね。舞心山とか出てるよ、これ。道島無敵とか。えらい古いね、ライバルになってますけどね、これね。僕が競馬始めた頃の、まだね、うん、成田大神、13.4 倍、5番人気だ。これはレース観戦しましょう、はい。まあ、ハロウィンですね、世間はね。うん。スチームの方でね、ハロウィンセールがね、もう始まってますけど、あまり買いたいゲームないんだけどな、うん。プロコンもね、競馬の注文してしまったんで、今ちょっとお金ないんで、各馬のスピードとスタミナが何も買えないというね。スタートを切りました。プロコン買いましたんで、またチャンピオンジョッキースペシャルでやりますが、引っかかってるのか。9番、俺のまま3番に立ちました。スタート S だったからね。内から1頭グランドシンガー進撃、そして4番級だよ、ね、道島無敵でやります。それから引っかかってるじゃん、マツコ。これが一番人気の岡部さん、頼みますよ。岡部騎手、この手応えはどうか。この辺りちょっと離れている2番、舞心山、その後ろ3番、これ勝てんのかな。勝てないんじゃない。京都のスタンドが揺れています。ここで勝ったらもうヒンバクラシックだ、主役だよ、すごいの。この辺りでブランド進撃が、走り方もかっこいいね、もうサラブレッドデラックスマツコ、すごいかっこいい、オートビデ岡部とデラックスマツコ、ここでは負けられない。デラックスマツコ、デラックスマツコ、マツコ先頭、デラックスマツコ、超新星の誕生であります。これは楽しみな一頭が現れました。いや、これリアルだね。これで魔法石がもらえるのかな、ね、魔法石を貯めていけばガチャできるとか、そうなんですかね。まあおそらくお金でも買えるんでしょうけどね。課金って僕は課金したことないんでね、ゲームで、うん、買い切り型が好きなんで、まあ、だからコンシューマー派なんですけど、あまりスマホのゲームとかね、本当ダビーマスやるぐらいなんでね、うん。メダルも貯めていかないといけないんだね。メダルはだから馬券買ったりして増えたりするんですよね、おそらくね。ね、増えることができると、うん、増やすことができると。あ、1時間に100枚ずつ増えるんだ、自動的に。毎日最大2400枚もらえるのと。うん、ログインね、はい。だから魔法石がやっぱり重要なんだろうね。コインよりも魔法石かな。まあ、3個しかありませんもんね。北方くるみちゃんね、うん、ツインテールっていうのかな、これはね。あ、ごめんなさい、ごめんなさいね。プレゼントまとめて受け取るね。 SH ってなんだっけ。クエスト、チュートリアルクリアの報酬です。これまとめて受け取ろうね。まあ、魔法石60個をもらったんでね、はい。これガチャできないのかな。ガチャいきなりだけど、プレゼント、え、なんで。さっき見たよね、祭りだごっこ。俺は待ってるぜ、マルゼンスキー。マルゼンスキーすごいね。ちょっと試しにガチャやってみましょうか、初っ端からね。ちょっとチュートリアルから外れると思うんですけど、できますかね。あ、やっぱ魔法石で引くんやね、うん。え、競馬場ガチャ、何これ。競馬場もガチャで引くの、どういうことなんですかね、これね。ちょっとよくわからないんですけど、まあちょっと 10回引いたら50個使うから1回引こうかね、はい。ガチャ引く、何が出るかな、何が出るかな、テレテレテンテンテレテレ、レッドチリペッパー。うん、東京競馬場やったら関東馬が出るとか。レッドチリペッパーってどっちだか覚えてないけどね、うん。もう一回引こう、はい。
ガチャで楽しいよね無料で引く分には楽しい。でも有料で引いた方がなんかドキドキして楽しいのかな、ひょっとしたら。これ来たんちゃう。あ、やった、エアグルーヴや。すげえ、すげえの来たな。エアグルーヴって言ったら関西馬だから関係ないね。このな、東京競馬場でなんでエアグルーヴが出てくるのかっていうのはちょっとよくわからないんだけどね。ちょっと進めましょうね、ごめんなさいね。いきなりエアグルーヴ出るとは思ってなかったな少しは休憩な、そんなやってないよ俺少しは休憩なさい。まだ 15分やってないぐらいじゃないの。一周休ませないといけないのかな。会話を上げなさいと。メダルが高い会話ほど成長促進の効果が期待できるわよと。成長とかもあるんやね、うん。パイナップル？パイナップル？まあ、これちょっとやりましょうかね。調子回復と。もういいね。それで。どっち先にあるのかな、買い場先なのかな、ちょっとよくわからないんですけど、どっちでもいいんだろうね、おそらくね。スタミナアップのためにウッドチップコースで強めに追うわよと。一貫性がね、全くないですね、このいろんなコースを使いましょうというやつですね。まあそれで登録だけしておきたいんだよな。連投とかまずいよね。やっぱり京都得意っぽいんでね、如月賞行きましょうかね。はい、もちろんね、岡部さんでいきます。マツコ強いね、これね。ブヨブヨした生き物はちょっと苦手ね、うん。こうやって女の子とね、スキンシップを図るねゲームなんですかね、うん。これどっちでもいいんだよね。長距離やろうか。スピードと折り合いをつけましょう。芝コース、まあ、強めでいいんだろうね、うん。まあ、ちょっと馬体重浮かれてきたな。あ、もうパイナップルなくなってるじゃん。成長促進と、これ買い場もいいね、うん。うん、血統表も出ますね。スターバレリーナの親父様リズムスターね、うん。まあ、サクッといきましょうね。はい、あ、これ本当にあのタブレットとかスマホよりねサクサク進みますね、うん。パソコンでだからスマホゲームやるのもいいと思いますよ、うん。まあ、もちろんパソコンがね、あの能力なかったらダメだと思いますけど、ね、スペック低かったらねダメだと思いますけど、何やったらいいの。反路はスピード瞬発力ね、やっぱり瞬発力必要じゃないかなと思うんでね、うん、日本競馬はね、うん、いい感じじゃない。疲労はそんな溜まってないのかな。調子を回復させましょうか。疲労と調子って言ったらやっぱり別なんだよね、うん。いいわね、マツコイケメンやな。グッドルッキングホースやね。今週はレースがあるわね。東京で、まあ、販路で販路をやっとこうかね。やっぱりね、スピードと瞬発力を鍛えておきたいんで。いい感じじゃない。あ、疲労回復やった方がいいんだ。大根ね、調子落ちてきてるのかなこれな。ちょっと心配ですね。さて、如月賞行きましょう。このままなんかでも進んでいったらちょうどクラシックの時に
調子落ちるんじゃないのなんかそんな感じがするんですけど、さて一番人気、これまあ強いね、 1.2 倍だね。え、ライバルは2番人気が三重キッド、さっきみたいにね、あの成田大臣とか言ってないんで、さっき、まあ、道島無敵とか言ってるよね、うん、これ購入できない馬券、馬券ね、単勝、俺の馬何番だったっけ、分かんないじゃん自分の馬。ちょっと出馬表もね見せてほしいなと思うんですけど、あ、見れるね、はい、なんだよ、3番の単勝ね、まあ、ちょっと馬連とかやめときましょうね、うん、買いたいところだけどね、東洋リファール、まあ、ちょっと馬連買ってみようか。デラックスマスクはまあ頭固いんでね、3マタン3からいって全買いしようか。全買いしたらやっぱ3、4とかだったらマイナスだからね。3位キットってそんな強いのかな、あまり記憶にないんですけど、このメンバーだったら3、8トヨリファールね、3、8、1、3、1そのあたりじゃないの。取れていこうかね。ごめんなさいね、ぐだってしまってね。単勝しか買えないんですかね、ちょっとわからないな、ごめんなさいね。もうちょっと、10枚しか買えないね、はい、ちょっとそこ今度馬券買っても知らないんだけど、まあ、仕方ないな、まあ、試しにね。そうか、今馬単とか買えないんだね、厩舎レベルが上がらないと買えないんだね、仕方ありませんね。レース完成いきましょう、はい、やっぱ馬券が買えるようにならないと面白くないのかなね。京都競馬場の白鳥も、京都競馬場ね、白鳥たまにいますからね、真ん中の池にね。スタートを切りました。11頭6番マルコツ、もう楽に勝ってもらわないと困りますよ、ちょっと後方やね。さあ一塊になりまして、第4コーナーをカーブ、先頭フェアリーウィン、もう半分に足が止まった。受け止めて10番グランド進撃、岡部いけ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 、ちょっとやばい、前残すよこれ、デラックスマツコ伸びてきている、伸びてきている、頑張れ最初くらい、頑張れ、危ねマツコ、なんで馬券買えてた、当たってたじゃん、3位1着、1番人気に見事答えました。また当たってたよ、3位1買おうと思ってたのに、なんで馬券変えたかったな。次走提案なんてあるんですね、青葉賞、なんで G1 出そうよG1 出しましょうよ、いくらなんでも、まあ、ただ中長距離向きなんでね、あの桜花賞は合わないのかな、まあ、ただ新山記念勝ってるんで、出したらねチャンスあると思うんですけどね。これしっかりね、パイナップルを食べさせましょう、はい、いい感じだわ、まあ、ちょっと調教休みましょうね、やっぱレースした次の週ぐらいは休ませないとね、うん、ダビスタでは休ませるのが基本じゃないですか。クエスト達成、クエスト達成よ、何か用、うん、はあ、何かよ、さて
曲やろうか。やっぱり、ね、瞬発力が必要なんでね、瞬発力を鍛えていきます。はい、調子を上げてきたねと。よし、次走あたりはまあやっぱりチュリプシを叩くか。チュリプ、これボバだよね、ごめんなさいね、ヒンバじゃないね、これまでマツコだからすぐ勘違いしてしまうね。男はだから、まあ、弥生賞をね使いたいですよね。弥生賞を使いましょう。はい、まあ、強敵出てきますけど岡部さんに乗ってもらいましょうね。はい、貝は食べてないよね、うん、なかなかいい感じだね。まずまずかしら。これちょっと長くなるかもしれませんけど、まあ単発になるかもしれないんでね、あの G1 まではきっちりやりましょう。はい、面白いよねやっぱりね、うん、何かよ。銀のマリコ像、魔法石がねもうちょっと溜まってくれたらね、メダルも貯めたいんだけど増えないよね、うん、調教しないとね。バタイで474ぐらいだよね。はい、調教のシステムがちょっとよく分かってないんだけど、うん、まあ勝手にやっていきましょうね。はい、今ちょっと会話開けたかな今週はレースがあるわね。さてレースがあるので、人参与えましょうね。はい、馬といえば人参ね、人参といえば馬ですからね、うん、ゲートとか必要ないよね、スタート S なんでね。はい、プール、よし絶好調、ね、行きましょう。はい、弥生賞強敵いますけどね、ここで勝てればもうねクラシックで通用するということですから。競馬場のダウンロード中か。さて1番人気 2.0 倍と、2番人気はあ、ウィニングチケットとか出てきてるじゃん。ということはビワも出てくるよね、この3強の世代ね。ウィニングチケット、ビワ、早引きで成田大臣の3強の時代ですね、これね。僕が競馬を始めた1年前の、1年前ってことないか、僕は1993年から競馬始めてるんで、これはね1993年のクラシックですかね、うん、だクラシック初めてやったのは1994年なんで、僕はね成田ブライアンの年なんで、はい、1年前ですね、うん、購入馬券は単勝買っても、単勝買おうからね、2倍だから。馬券ナンバー9番ね。さっきね説明を見逃したんで、ね、20枚買えないんだ、10枚だねやっぱりね、うん、10枚買っても20枚にしかならんからね行きましょう。はい、まあ、これは強敵が集いましたからね。クラシック第一巻を前に、そしつばたちが相まみえます。ゲートが開いた。11番成田ファースト、やっぱ実況が杉本さんっていうのも見たよね、すごいなと思いますよ。ここまで競馬ゲーム進化したから見えますよ、ね、道島無敵ステージキャンプ、今日も勝利をしたのがデラックスマツコと岡部騎手、そのうちからは桜ポイントを、そして外からはインターマリレイ、いい、ね、そのうちに目白シャガール、ウィポよりなんかかっこいいよ、斜めに走ってうちを通りまして6番、ね、サンゲイキッド、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、その後ろでやりましょうか。ウィニングチケット、成田大臣しんがりから11番成田ファースト、マツコどこ、もう一度先頭から順番に参りますと、依然先頭アンバーライオン、堂島無敵がその後ろ、12番ステージキャンプ、これが一番人気のデラックスマツコ、目下連勝中、
桜ポイントがそのうちにいます、はい、外を通りまして目白車がある。ちょっとずぶいずぶいずぶい、サボジャム敵はやっぱり距離が長いから、ね、ウィニングチケット後ろから来てる。ウィニングチケットが後ろから来ている。ちょっとやべえなやべえな、あちょっとウィニングチケットや。あでも道島無敵逃げ回るぞ、ね、あでもウィニングチケットや、ね、でも3着に入ったんだ。ただ殺しは厳しいかな。ウィニングチケット完勝ですね。完勝ではないな、新勝ですね、うん。まさか道島無敵に敗れるとはね。弥生賞で前田が粘るっていうのはよくあることだよね、うん。次は見返してやりましょう。1着、3番、2着、1番、まあ、次走はね、もちろん殺境に行ってます。はい、確定しました。馬券もね、外れてしまいましたね、残念。うん、ちょっと疲れてそうやね、ちょっと休ませよ一周ね、はい。知ってるかしら。うん、ちょっとバタリー減ってるね、これね。あ、そうだ、買い場あげてなかったね。あ、失敗した。いや、これ買い場が上げないとダメだよね。長距離休んでもいいけど、買い場与えないとダメだよね。ちょっとミスりましたね。上級しましょう。軽めでいいね、これね。うん。あ、いい感じじゃない。サツキショーに向けてね、やっぱり状態を上げていかないといけないんだよね。今なんだろうな、ダートがダメな、スタミナ上げないとダメなのかな、このままな。スタミナあると思うんだよな。うん、ちょっと馬体重ね。心配なんですけど。あ、いい感じじゃない。ダーッとやってみようか。勝負根性が足りないのかな、ねえ。不調気味なんだよ。不調気味なの、マジで。まいってね、やっぱりね、クラシックに向けて調子が落ちていくパターンですね、これね。難しいですね、状況ね。から状態上げるにはね、ダート合わせ馬なりやりたいんだけど、ちょっと聞いてよ、ゲームが違うから違うよね。買い場先に上げましょうね。まずまずかしら。芝コースの調教でスピードと折り合いをつけさせましょう。ちょっと学びでやっておこうかね。いい感じじゃない。472から、ね、474キロぐらいがねベストだと思うんでね。状態がね上がってきたらいいんだけどね。知ってるかしら。何か用。ね、これで強い調教できますね。青スイマーとかないんですかね。よし、行こう。はい、勝負根性をね伸ばしていきたいなと思いますね。はい、どうかしら。さて、皐月賞ですね、楽しみですね。状態の方がどうなんですかね。うん、緊張する G1 だよ。分かってんの、この名前覚えてないけど。何かよ。うん、買い場を上げて。うん。いい感じだわ。これでいいかなと。はい。究極の出来に仕上がった。よし。よくわからないけど、なんか調教うまくいったね。行きましょう、レース。皐月賞、はい。チャンスあると思います。うん、楽しみやね。3番人気、1番人気、早ひで。早ひでじゃないね、1番人気、ウィニングチケット、2番人気、早ひでと。3番人気、デラックスマツコね。成田大使が4番人気と。はい、まあ、レース行きましょう。はい、
G1 ですよ、 G1。 今回ダービーまでやりましょうかね、はい、ダービー、そしてダービーまでやっぱりレース使わない方がいいよね、使ってもいいのかな。1枠1番ですよ、ゲートが開いた、ね、スタンドの大歓声を受けながら12頭が飛び出しました。あなたにね、あの観客もね、なんか雑ですけどちゃんと描いてるんじゃないですか、ウィップと違いますよ、ね、やっぱこういうのあるだけで全然違いますからね、盛り上がり方がね。9番スプレノンセリフ、まもなく第1コーナーに差し掛かります。これぐらいやってほしいな、ウィップでね。4番ガリオン外を通ってラガーチャンピオン内を通りまして1番デラックスマツコ第1コーナーウィカンってうちで溜めてますよ、ね、第2コーナー外を通りまして差し足、ね、10番マイネルリバース差し足、そんな心配するないのかな、ね、そして1番人気のウィニングチケットいい、ね、なかなかいい感じ。その後ろ3馬身くらいあって3ゲイキッド一番後ろに成田大臣であります。俺の馬乗ってるんだよね、ちょっと縦に長い展開になりました、ね、ですかね。さあ先頭の方はどうなっているか、辻ユートピアンが先頭です、はい、これを追って3番岩林で12頭が第3コーナーに向かいます。それからマツコいい字来た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 、頑張れ頑張れ、早秀がいる前に、早秀がいる、頑張れ、おかえり、このままいけいけいけ、マツコマツコすごい、うわウィニングチケット、ウィニングチケット、すげえ足、ウィニングチケット強え、やられたわ、完勝ですね、ウィニングチケット。いや絶好調だっただけにここでも勝ちたかったんだけどね、ウィニングチケット柴田正人かな。うん、惜しかったね。惜しかったわね。柴田正人やね。あ、そうか。早引きに岡部ジョッキー乗ってたから、ノリさんが乗ってたんだね。はい。じゃあノリさんに乗ってもらおうか。これからね。あ、ちょっと待って。地蔵提案ちょっと勝手にやっちゃったね。ごめんなさい。今見てなくてよく。ちょっとどうなんです。登録どこに登録したい今。レースを終えた馬、ダービーになったら別に問題はないんですけど。何か用？あ、東京優秀になってるね。よし、これでいいでしょ。5週間後なんでね、やっぱり間に使わない方がいいよね。うん。まあそれでしっかり買い場だけ取らしてね、あの、まあ、それで調教はしません。した方がいいのかな、よくわからないけどね。うん。これいちいちね、放牧じゃないよ、ホーム画面にね戻るっていうのがちょっと一手間かかるなという感じがしますね。やっぱり調教だけやるときがあるからね、ここでね推移してほしいよね。うん、推移って推移ごめんなさい、言葉足らずでね。まあ買えばね、うん、やっぱダートやっておいた方がいいのかな。でもスタミナあるもんね、これはね。まあでも勝負根性が足りない、いやでもな、うーん、今の感じ勝負根性が足りない負け方ではなかったよね、やっぱり瞬発力かな。5月の5週ですかね、ダービーはね。雲はチョコの味って言われて、本当かよお前そんな都市伝説あるの、雲はねチョコの味っていう。うん、まあね、スタートいいんだよね、極秘調教、これやってみようか。何これ、これは先行馬だよね。ねえ、ちょっと待て、会話を食べの、それでちょっとこれ極秘長期やってみましょうかね、せっかくなんでね。はい、あ、やっべやべ疲れたな、このダービー直前にやったらダメかな、なんで今極秘長期なんて出てきたの。うーん、ちょっと今ミスったかな、何か用、会話をねちゃんと、疲れ溜まってんだ、やっべ、疲労回復しないといけないから、やっぱ大根かね。
うん、やっべえなこれ。軽めでいきましょう。はい、やっぱり5月5週っぽいですね。はい、知ってるかしら、何か用？合わせ馬がないのかなね。さてダービーです。緊張しますね。うん、ちょっと馬体重がガレ気味かな。馬体が回復して、うん、474がベストっぽいね。うん、まあ半老で強めていきましょう。はい、あまりちょっと調子の方はね良くないかもしれません。はい、うん、行きましょうね。はい、ダービーですね。はい、東京優秀日本ダービー。まあ皐月賞の出来で2着だったら勝てないよねここね。4番人気と、まあ、距離的にはね 2400m は十分こなせると思うんだけどね。ノリさんだね、鞍上はね。1番人気がやっぱりウィンニングチケット、2番人気早日で、3番人気が大臣なんだね。チトショーもいるね、僕の好きなね。前新山も僕は好きだったんですよ。うん、あれ行きましょう。はい、実力がかなり拮抗しているわ。展開次第で G1 制覇も夢じゃないよねと。まあでもやっぱりウィンニングチケットの切れ味っていうのはね、やっぱり恐怖ですね。うん、あっさりっていうかね、すっぱり刺されましたからね。長い直線だったらやっぱり先行は刺されるな。さてダービー、春のクラシックが一つのピークを迎えます。ね、杉本さん激闘のダービークロードの天王山、今までありましたかないと思うんでな、あまりね。うん、杉本さん関西の人ですからね。やっぱり京都12頭競馬場と阪神競馬場を主に実況やってましたからね。さあ、先行するのは何か。ダービーの実況っていうのはしたことないもんね。先手を取ります。外から1頭、2番辻ユートピアン、まあいい位置取ったんですけどね。岩林で3番ステージキャンプ、それから9番ガレオン、そしてその後ろから10番バイシンザン、そのうち7番でもやっぱり次の年になったら成田ブライアン世代とぶつかるってことになるんですかね。それはそれで面白そうですよね。そしてうまくいっているんではないでしょうか。そしてその外に桜千歳をちょっと離されまして、ね、4番サンゲイキッド、こういうのもありですね。同じ世代のものが揃って出てくるっていうのもありですよね。成田大臣であります。流れるようにレースが進んでおります。依然先頭アンバーライオンであります。1分2秒3スローペースですね。これを追って2番辻ユートピアンであります。デラックスマツコ、そして皐月賞2着の8番デラックスマツコ、それから足毛の馬体ビオハイステであります。そして実際このね、この年の皐月賞は成田大臣が勝ってダービーがウィニングチケットですよね。差し掛かります。ビオハイステが両レースとも2着だと思うんですけど、5番ウィニングチケット桜千歳を、そしてうちからは7番ペイエムハリケーン、ちょっと離れて4番サンゲイキッドであります。マツコはいい位置いるんだけどね。その後ろ完璧な競馬だよね。成田大臣からしたらね、これね、1番アンバーライオンがレースを引っ張るようになりました。さあ、あとこれ暑いね。4コーナー頑張れ頑張れ頑張れ、直線長い、東京の直線が長い、早日で早日のが手応えいいな。3番何、3番ステージチャンプです。すげえ、ちょっとマツコはもう遅れましたね。状態の方がいまいちいいよね。ひょっとしたらステージチャンプかすね。ステージチャンプかって、エビナジョッキーじゃないの。ステージチャンプ違うのか。まさかのまさかですね、ステージチャンプを勝ったっていうのは。へえ、あ、エビショーですね。エビショーさんがダービー取っちゃったよ。うん、4着ですか。前新さんに刺されたと、田原正規のね。
理想提案神戸新聞杯行きましょう、はい、まあ、というわけで今回ねこれで終了しましょうかね、うん、まあね紹介数とか伸びるのかなこれねちょっとわからないんでひょっとしたら単発ということになるかもしれませんけどね、うん、まだこのゲームよく分かってないんで、ね、もうちょっと続けたいなという気持ちはあるんですけどね、はい、まあ、とりあえず今回ねこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。